くるみ今年はだいぶ大きくなりそうです。植えたムカゴがたくさん芽を出しました。これは今年の秋に種芋として収穫します。よもぎ、よいしょ、よもぎ、これは鶏に食べてもらおうかな。鶏によもぎを食べさすと蒸し下しになるそうです。ドキドキ揚げてます。今日は1、2、3、4株、5株植えたやったかな。去年の写真見たら分かりますけど、ここにもう1株あったと思ったんやけどな。置かれてしまったかな。1本いっとくよって言わなかったな。あんまり適当なのがないわ。これがアスパラガスが育つとこんな風になります。これはほんで花が咲きます。種ができます。これはまだつぼみです。でオスメスがあります。よいしょっと。今日は1本だけ取ろうか。今日これ1本だけ食べて取って開けようか。もう一個開けよう。よっ、今日はあくちゃんがこれ食べて、みっちゃんがこれ食べて、このお父さんで残りかじって、かじって取って、よっしゃ、はい、行こうか。
ものすごい鬼より先っちょにもうじきつぼみが出てきそう。葉っぱの付け根にムカゴが出てきてます。脇芽、これが種の代わりになります。あ、テントウムシ。種ではありません、脇芽は。ハグ取らんといてよ、おいで。ハグおいで。よし。鳥さん見に行こう。脇芽は種と違って取れた茎と全く遺伝的に同じものができます。栄養繁殖、種は交配して先祖返りすることもあるし、違う性格のものができますが、飲んだ見せて、ハグ、ハグ、顔見せて、ハグ。昨日、夕方入れたクワの葉っぱはいらんかったそうです。誰が産んだ、さっき大きな声で泣いとったやろ。私か、私か、私か、うん、よいしょっと。ちょっと抜いて、ちょっと抜いて、ちょっと抜いて、さよなら。こいつ、これがぬくいです。さっき生まれたやつ、大きな声で鳴いとった時に生まれたやつ。痛い、ほら。もう携帯電話のこのストラップを続きに来ます。痛いって。もう今日は産まんでええよ。こんなの切らんよ。2個あったらええよ。痛っ。もう手つつきよね、こいつ。痛いやんけ。ほら。あっせ。ヨモギ持ってくの忘れた。ヨモギ忘れた。ヨモギ取りに行こう。中にテントウムシ。よいしょ。よいしょ。ヤモギは雑草ですが。役に立ちます。出たか出たか出たか。
ってたらあかんよ。ヤモギは虫下しになるからな。あんたらも食べる？あんたら虫おれへんもんな。誰かちょっと用心した声出してる。ここっていうのは知らん人が来たり怖いもんが上がんでたからだな。すると泣きます。コッ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 っていうな。これは今年育てて来年植えようと思ってるアスパラ。去年できた種、秋にできた種からちょっと日陰で育ててます。今日は日向出しとこうかな。水容器吸うてるし。